はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒沢敦史です。現在夜の1時半ですね。今日はこの時間に運転してます。まあ大人の事情で運転しております。でせっかく運転するので、久しぶりにながら談を撮ろうかなと思いまして、まあ、なるべく危なくないようにね、カメラの方を見ながらというよりは、もちろん運転する方を見ながら、横の助手席の友人に話しかけるようなつもりで話をしていきたいと思います。ちょっとオーディオ設定を、ナビ設定を静かにしますね。この音量でご案内します。ピッピピッピすいませんね。自分ね、車の運転ほんと大好きで、でどのぐらいだろうな、まあ、ぶっ通しであれば6時間ぐらい運転してても全然苦じゃないんですよ。だから今回も商用でこんな深夜に車を運転することになったんですけど、嫌な気持ちがないんですよね。車の運転が好きすぎて、で車の運転が好きすぎる癖して、車に何のこだわりもなくって、今乗ってるのが日産のウィングロードってやつなんですが、これもともと商用車だったんですね。で商用車だったウィングロードが今は乗用車向けになったっていう感じです。ははは、この先で曲がれと。で乗用車向けになって、車高が高くなって、室内環境も良くなって、でまあギアとかもね、進化したのはいいんですけど、普通はいいことなんですけど、私昔の商用車バリバリの頃のウィングロードが大好きで、どんな感じだったかっていうと、この床なんて、この足の下鉄板1枚挟んで、もうその下は地面じゃねえかぐらいの乗り心地だったんですよ。でもその頃のウィングロードが個人的には私はすごい好きですね。だから最近は乗り心地がすごく良くなっちゃって、なんかつまんないなって思うんですけど、まあ自分の車の価値観って人によって全然違うじゃないですか。例えば高級車がいいだとかね、どんな車がいいだとかで、いろんな価値観があると思うんですけど、その中で私にとっての車の価値観って、まあ特に何の車だからってないんですよね。だからまあ結局今ウィングロードって、サーフボードを乗せるためにこのウィングロード、ロングボードを乗せてたので、9フィート2インチの280センチぐらいかな、3メートル近いウィングロードを乗せてたので、あ、いや、ロングボードを乗せてたのでウィングロードにしたんですけど、そのロングボードも売っちゃって、今はもうファンボードかなっていう感じです。もうロングボードは必要ないんで、まあ、このウィングロードでずっといる必要もないんですよね。でこれ何 cc だったかな、この車は忘れちゃったんですけれども、とにかく車の自動車税っていうのは、まあ何リッターというか何 cc かによって変わるじゃないですか。で軽自動車に関しては1万800円だけなんですよね、自動車税っていうのが。だからもう軽自動車で都内であれば十分かなっていうのはあります。ただ未だにやっぱりね、何かしらなんかデートとかするときはかっこいい車でビューって行きたいなって思うんですけど、そのデートの予定がないもんで、まあいいかなっていう感じです。友人とかは乗せる分にはね、どんな車でもいいんですけど、ちょっとデートの時には1ミリたい感じがするので、かっこいい車、そういう意味ではね、オープンカーとか、まあレクサスのオープンだとか、あとは BMW の Z4 だとか、そういうオープン系のカプリオレというか、そっち系がいいなとは思ってるんですよ。かっこいいなって思いますよ、見て。ただ欲しいって思うと、って結局ファンボードも乗らない大きさだし、オープンカーってね、じゃあそれでいいんかっていうと、あんまり必要がないような気が個人的にはしますね。でそれはさておき、私が言いたかったのって、物の価値観って一個じゃないんです。でも
一個にされちゃってるんですよ、日本人って。要するに洗脳されてるんです。要するに隷属してほしいわけですよね、国とすればね。まあそれをなんか国の誰が陰謀論だとかね、そのそういうことを言ってるんじゃなくって、国民が国民同士をみんな洗脳し合って一つの価値観で生きてるような状況っていうのが私あるんじゃないかなって思うんですよ。で、否定してるわけじゃないんですけれども、例えば結婚だとかね、結婚することって本当価値あんのとか、マイホーム持ったらいいのとか、例えば私東京都の調布市に住んでいて、ここ多摩川渡ったんでもうちょっとで神奈川県に入るんですけど、東京都調布市の中古マンションの購入価格って平均価格ですよ、3217万円なんですね。で、3217万円をフラット35で借りるとすると、利率っていうのがだいたいまあ 1.5% から 2% 弱ぐらい、 2% 超える人もいると思います。職業とか年収とかいろいろなものによって変わってくると思うんですけれども、とにかくその3217万円のマンションを利率 1.5% でフラット35で返済していくってなると、だいたいそうですね、毎月の返済金額は9万6000円ぐらいになるのかな、なんですよ。で、総額支払い金額が4000万円超えるんですよね。3000万円の中古のマンションをフラット35で買うとなると、総額4100万円ぐらいになるんですよ。で、毎月、まあ、10万円近く返済していく。で、中古マンションっていうのは修繕積立金、積立修繕金っていうのもありますので、それがだいたい積立修繕金っていうのもだいたいそうですね、変動してくるんですけれども、築浅のマンションであれば、どうだろうな、まあ、だいたい1万1、2000円ぐらい払っていくわけだから、フラット35の返済と、あとはその修繕積立金とか、そういう管理費的なものですよね、合わせて払うといくらぐらいかっていうと、まあだいたいそうですね、10万円ちょっとぐらい支払って、毎月毎月35年間ですよ、35年間ずっと固定だったら支払い続けて、で結局手元に残ると。で、手元に残るって言っても、結局のところ、じゃあ手元に残った時に、築30年40年になってたとしましょうか。で、築まあ大体25年ぐらいになってたとしたら、60% ぐらい目減りしてるんですよ、資産価値っていうのは。だからもう3000万で中古で買ったマンションが、まあ、その時点ですでに築5年とか10年とかだったら、そっからフラット35で返すと、まあありえないかもしれないですけど、45年になってるわけですよね。で、すでに25年経った時点で資産価値っていうのは 60% 落ちるわけなんで、まあだいたい築20年25年ぐらいのマンションを売っ払いますってなった時に、3000万円で買ったものだとしても1000万円ぐらいの価値しか売り値とすればなくなっちゃうわけなんですよ。で、何が起こってるかっていうと、例えば最近のニュースだと、まあ、フラット35ローン返済で夫婦で一緒に共働きで返していけば余裕で返せると思ったと、余裕で返せると思ったけれども、旦那さんか奥さんかがリストラされちゃって、で予定よりも返済できなくなったと。で、その時にこの家もう手放したくないっていう話、ニュースやってるんですよ。じゃあ賃貸にすればどうかっていうと、だいたい東京で築浅のマンションの、1LDK、2LDK ぐらいだったら12、3万出せば結構ね、いいマンションが借りられるんですよ。それこそ分譲系のマンションの賃貸で。で、でも分譲系のマンション12万、13万出してたら、フラット35で中古マンション買うよりも、毎月の返済額っていうのは多いじゃないかって言われるかもしれないけれども、例えばそこのマンションに5年住んで、古くなったと、まあ、ちょこっと古くなったと
いうことがあったら、別のマンションに引っ越せば、引っ越しの費用とかはね、だいたいまあ13万円のマンションだったら敷金礼金11だったとしたら26万かかりますけれども、でもまたおニューのマンションに移り住めるんですよ、好きなタイミングで。で今は例えば私東京都の調布市だけれども、じゃあ甲州の方に住む方が多くなったと。で甲州の受講新城あたりだったらだいたい 1LDK のマンションだったら、賃貸で5000元ですね、8万5000円ぐらいからあるわけなので、まあ、そっちの方によく行くと、月の半分はもう甲州に行っちゃうみたいな話になったとしたら、じゃあこっちのマンションっていうのはその12、3万なんじゃなくても10万ぐらい、もしくは9万ぐらいの 1LDK で十分かなみたいな話になったらなったで、すぐ住み替えられるわけじゃないですか、臨機応変に。だからそれこそさっきの話だと、ご夫婦で返済するつもりでローン組んでしまったら、もうそこにもうそこを手放すか、手放したってローンは残るわけですからね、そこを手放すか、まあなんか自己破産するか、無理して一生懸命仕事見つけるかとか、そういう手段しかなくなる。でも賃貸であれば、その時その時の自分の生活環境、それは住む場所もそうだし間取りもそうだし、単純に住んでるマンションが地震でなんかちょっと外壁にひびができたらなんか怖えなと思ったら、そういうとこができてないちゃんとした免震マンションに引っ越すだとかね、いろんな選択肢があるわけなので、うん、やっぱり賃貸っていうのはいいなっていうふうに私は個人的に思うんですよね。じゃあ自分が死んだら子供に資産が残るからって言っても、資産価値マンションだったらほとんど残んないし、じゃあ一軒家だ土地だ言ってますけど、子供の選択肢狭めちゃうと思うんですよ。だって少なくともそこの実家を持ってたら、あ、実家っていうか、まあ家がね、まあ、自分は実家持ってるし、もう実家の家主でもあるんですけど、だから正確に言うと今賃貸と実家の建物、まあ土地と建物をもう全部持ってるのは自分なんだけど、固定資産でも払ってんですけどね、実家の方の光熱費とかも含めて払ってますね。でまあそれはさておき、だったら子供に何を残すかっていうと、私はこっちだと思うんですよ、残すべきって。だからまあ簡単に言えば生き様ですよね。生き様残した方が子供にとってはプラスになると思うんです。だってなんなら海外転売子供に教えればいいじゃないですか、こういう風に稼ぐんだよとかね。それを子供がやるやらないは別として、その考え方っていうのは絶対影響を受けると思うんですよね。だからユダヤ人の考え方ですけれども、まあ要するにユダヤ人っていうのは漂流民族でしたから、結局一つところに留まることができなかった、財産奪われたりね、アウシュビッツとか有名ですよね、ナチスドイツ時代の。でそのユダヤ人の考え方っていうのは、結局大切なのはここの中だと、頭の中だっていう考え方を持ってるわけじゃないですか。だからこの頭の中のものっていうと、まあ例えば簡単にはマインドですよね。その隷属している社会の価値観に従うのではなくてね、隷属するのではなく、自分自身の考え方っていうのを持つ。例えば高級車絶対買わなきゃいけないの、マイホーム買わなきゃいけないの、結婚しなきゃいけないの、そういうところも含めて我々っていうのは一から考えていくっていう必要があると思うんですよ、フラットにしてね。で今たまたま周りがなんか結婚ラッシュでですね、昨日久しぶりに後輩に連絡したら、3ヶ月前結婚してましたとか言われて、あ、そうなのみたいな、おめでとうみたいな話をしてたんですけど、塾時代のね。でもとにかくだから結婚してる人を否定してるわけでも、結婚を否定してるわけでもなくって、自分の価値観にはないなって。だってみんながみんなランボルギーニに乗りたいわけじゃないじゃないですか、みんながみんなサーフィン好きなわけじゃないじゃないですか、みんながみんな海外転売やりたいわけじゃないじゃないですか。でもそれでいいんですよね、それでいいと思うんです。だからその価値観の違いっていうのが重要。これは心理学概論でもね、初めに習うディバーシティっていう言葉がありますけど、まさにそれで、我々っていうのは多様性はあるよと。ただその中で堅実なビジネスっていうのを営む必要があるし、じゃあその堅実なビジネスっていうのは三方よしってことですけれども、どういうことかっていうと、その生活が向上するかってことなんですよね。要するにもっと正確に言えば、自分が提供するサービスを通して、それを受け取った人、サービスを受ける人たちがの生活の質が向上するかどうかってことが重要になってきます。
ただそれだけだと私足りないと思うんですよ。要するに私物販セラーですから、自分の商品を誰かに渡してその人がの生活が向上したら OK みたいな考え方だけじゃなくて、私は自分が歩んでいるこの人生に関わってる人たちの生活が向上するってことが重要だっていうふうに思ってるんですね。じゃあそれは何かっていうと、もし例えば私が会社を経営したとしたら、まあ、株式だろうが合同だろうが経営してたとしたら、私の社員さんもどん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 儲かるってこと。だから自分に隷属させるってことじゃなくってね、そこが重要だっていうふうに思うんですよ。なんか自分だけが儲かればいいっていうのじゃなくって、結局その途中に介在している、要するにゴールが人を儲けさせることなんです、私は。だからそのプロセスで自分が儲けるっていうのがあるだけで、自分が儲けるっていうのはもうめちゃくちゃ当然だって、人を儲けさせたいんだから自分が儲けるなんて当然の話じゃないですか。まず自分が儲けるだから人も儲けさせられるわけですよね。そこが重要なポイントになってくるんですよ。多くの実業家だとか起業家だとか言ってる人たちって、人を儲けす、みんなで儲けていきましょうよとか言ってんだけど、あくまでも結局のところ自分が儲けることがゴールになっちゃってる人って、人を儲けさせるには考え方至らないんですよ。で、人を儲けさせてる自分が好きって考え方持つ人っていうのは、そのプロセスでまず自分が儲かんないと人儲けさせるなんてできないから、おのずと勝手に自分が儲かるんです。だから私がよく言う、あのお客さんの利益考えて進んでいれば、おのずと自分にお金後から入ってきますよっていうのは、お客さんを喜ばせてる自分が好き、お客さんを喜ばせたいっていう気持ちがあるから、その途中で自分がちゃんと儲かるに決まってるわけですよ。っていうことを考えていくと、多くの起業家実業家と呼ばれてる人、起業は業を起こした人で、実業家はまあ、生産とか経済活動に携わっている、営んでいる人なので、例えば私の家の実家の近くのセブンイレブンのオーナーさんは、セブンイレブンの店舗を2店舗経営してるんですけど、その人はセブンイレブンっていう事業を起こした人じゃないから、起業家ではないけど実業家ですよね。私途中で事業家って言ったかもしれないですけど、起業家と実業家の話ですね。っていうのがあるわけなんですよ。で、起業家だ実業家だって言ってて、言うこともすごそう、一見すごいんだけども、最終的に人じゃなくって自分を取る、まあ、正確に言うと自分の金を取って終わりって人は、その先に人を儲けるためにそのプロセスで自分が儲かってんじゃなくって、もう自分が儲かるとこがゴールなんで、その先がないんですよ。で、そういう人のことを虚業家って言います。虚、偽物、虚業家って言います。ですから最終的に 98%、99% は経営者も一見同じように感じるんですよ。経営者も実業家も虚業家も全部同じように感じるんです。まあ、正確に言うと経営者や実業家の中で虚業者がいる、虚業家がいるってことなんですけどね。まあ、ここら辺のね、細かい話に関しては、おいおい、していきたいと思います。聖蹟桜ヶ丘駅に到着いたしました。すいませんね、しりきれとんぼなんですけれども、今回はここら辺で話終わりにさせていただきたいと思います。ではまた、すいません、しりきれとんぼですが、目的地ついちゃいました。では、失礼いたします。